子供博士と遊ぼう。子供博士です。こんにちは。今日から始まりました。いろんな実験に挑戦します。今日の実験を発表します。つかめる水を作ってみよう。まずはぬるま湯にアルギン酸ナトリウムを入れます。ペットボトルを10分振ります。実は海藻からアルギン酸ナトリウムが作られています。それを使ってゼリーや人工イクラなど作られていますよ。あと5分。クラゲみたいなのができてきたね。いよいよです。まだお金はいっぱいあるかな。うわー、おっきい。実験大成功。いきます。やっぱり食べられませんでした。つかめる水できました。チャンネル登録よろしくお願いします。